おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日2月24日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。今日は日本海側で雨や雪の降りやすい空となります。特に低気圧が通過する北日本では雨や雪の強まりに要注意。沿岸部では風も強まりますので吹雪や横殴りの雨にお気をつけください。西、東日本では太平洋側を中心に高気圧に覆われて日差しが届きます。明日はすっきりしない空となるので今日の日差しを有効にお使いください。北日本は厳しい寒さで防寒が必須の一日。西、東日本は昼間は春を感じるような暖かさとなります。朝晩との体感差にお気をつけください。では続いてアイコンでも全国のお天気を見ていきましょう。今日は北日本や北陸で雨や雪の降りやすい空となります。道北エリアでは午前中を中心に強い雪や吹雪に警戒をしてください。東北や北陸エリアではだんだんと雨や雪が降り出します。東北南部や北陸では雨となるので融雪災害にもお気をつけください。その他のエリアはしっかりと晴れるところが多くなりますが、中国エリアや近畿の北部、中部ではにわか雨の可能性がありますので折りたたみ傘をお持ちください。先島諸島でも弱い雨の降る可能性があります。今日は晴れるエリアでは朝晩と昼間との体感差、そして花粉の飛散も心配されますので体調管理をしっかりと行うようにしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。